ANN の集計によりますと全国できょう新型コロナウイルスへの新たな感染者が午後7時20分の時点で1万5604人確認されました2日連続で1万5000人を超え過去最多ですまた全国の感染者の累計では100万人を上回りました